はい、皆さん、まいでまいど。今日はね、自宅ヘアカラーしてるおばあちゃんパーマ。自宅で染める方はね、だいたい2週間おきぐらいに染めるかな。しかも全体に塗っちゃうからね。で、白髪が目立つ正面、トップ、その辺はもうね、痛みまくってるからね。それにパーマかけていくわけだからね。襟足とかはね、痛みにくい髪の悪いはね、毛爪があまりついてなくてね、さらにかかりにくくなっていくからね、その襟足とトップのかかり具合の違い、 美容師がね、考えてるね、理想のパーマッツな健康網にね、適切な太さで強めの薬で一発でかけたとき、それを100点とした場合ね、もうこういうお客さんの場合はね、どんなに頑張ったってね、30点とか20点しかなんないんだから。中にはね、こういう言い方するとね、染めてても綺麗にかかる。そりゃね、染めてる割には綺麗にかかるっていう感じじゃないもう自宅屋からでね、数染めてね、毛先まで塗ったくってもボロボロに染まってね、 でも髪の毛の点数をつけたらね、ちょストレートのこのかける前の状態でね、もうほんと2、30点ぐらいなんだから。もうそれを超えることはないと。パーマをかけることによって、毛が修復するわけないんだから。まあこうやって言えばね、美容師は誰でもわかってると。そんなことはわかってると。だけどね、これ、営業とかね、ディーラーとか、その、講習会行くとね、騙されるんだ。損傷した毛がさ、パーマをかけるごとに修復する。 何修復なんかしやしねえんだよ。割れた爪がさ、靴かけねえんだからさ、それと一緒だろねえ、いたんだっけっていうのはね。でも今回はね、こちらの方は CMC のシスでかけるけど、いや、かなりマシンパーマンなんねこれ CMC 使うとね、また CMC 自慢かよってね。いや、他に自慢するもんねえから CMC 自慢してるけど。 CMC のシス使ったかな今回はね。さすがにね、襟足とかはかからない。もうかかんないけど、トップ合わせ傷んだトップ合わせで、まあ、優しくかかれば OK と。まあ、れたらね、襟足の方強めのね、CMC のハード使うとかね。あと全体にはね、傷んだ部分には水吹っかけといてね。で、CMC のシス、つけ巻きして、遠みりかなでもすぐかかるからね、こういう人のパーマーはね。はい、ちょっとね、ここでコメント返しね。はる先生ね。お疲れ様です。 数年前から女性の後ろ姿撮影していたんですね。あのね、前から撮ったのもね、あるんだよ。だけどね、それやっぱりね、めんどくさいから出さない。<laughs> 秘密。<laughs> まあ、後ろ姿だとね、もう誰だかわからないからね。まあそういうのね、今だってこれ後ろ姿撮ってるようなもんだもんね。何人か後ろ姿使える子がいたんだよね。 探してみないとわかんないけど、あと2、3人いるかな。まあ、今後もね、後ろ姿だと結構撮らせてくれるからね。中にはね、嫌がる子もいるからね。ま、あそういう子はね、無理に撮らないけどね。あと何人もいないと思うんだよね。後ろ姿だけでも撮らせてくれとか、やっぱり聞ける人が、ネタがない。<laughs> はい、お疲れ様でした。